とにゃ。しんちゃおかっばん。みんらほっしんくわこういうか。ほんない。みんせえ。ずいてよ。ずいてよ。ずいてよ。ずいおにゃ。em đang làm gì đấy? Ồ, cô Yuka ơi! Lỗ thế! Em đang quay chúc ạ! Nhanh lên, nhanh lên! Sao em lại quay chúc đấy? Xin chào các bạn! Cô Yuka đến rồi nha! Trong hội thoại, ngồi nhặt, nói nhiều, tê, đúng không? Mình thường gặp rắc rối với từ tê, tê.cho nên là hôm nay cô Yuka sẽ giới thiệu cách sử dụng tệ nhé. Em diễn sơ cửa đấy. Sao em lại nói phải là cô nói chứ? Mà thôi, không sao. Xin chào các bạn. Lại là cô Yuka đây. Hôm nay cô sẽ dạy về cách sử dụngね、cách sử dụng thứ nhất。 誰かが言った言葉や何かに書いてある言葉を引用するときに使う手。これは何々とに置き換えることができますよ。この部屋、飲食禁止って書いてあるよ。どうやったら漢字が覚えられるのって聞かれたから、100回書けって言ったよ。はい、続く。はい。前の言葉が後ろの言葉を説明しているときに使う手。これは何々というに置き換えることができますよ。ああ、まあ忙しいってほどじゃないけど、暇ではないよ。ゆか先生って日本人知ってる？はい、続く。話題の主語に使う手。これは何々はに置き換えることができますよ。あいつマジで嫌い。あいつって誰のこと？ベトナム人ってほんと綺麗だよね。ゆか先生ってほんと変だよね。はい、続く。トゥ、相手が言ったことに対して話すときに使う手。結婚したくない。結婚したくないって今さら困るよ。日本に行ってどうするの？どうするって、遊びまくるに決まってんじゃん。はい、続く。なん、他の人から聞いた話を伝えるときに使う手。ティンビエッラーニェーノイ。あ、 N1 合格したって、おめでとう。傘持ってきた？今日雨が降るってニュースで言ってたよ。はい、続く。サオ、自分の気持ちを主張するときに使う手。これは語尾と同じ働きをします。準備ラバオラ、はいだバオラ。ねえねえ、これ読める？はあ、バカにしてる？そんな簡単な漢字ぐらい読めるって。来週テストだよ。もっと勉強しなさい。もう分かったって、うるさいな。もしもし、お金はあるの？友達はできた？ご飯はちゃんと食べてるの？もうお母さん心配しないで、大丈夫だって。ガイクスズトゥーバイ、何々と言ってもの手。あー、お花見行きたかったよ。めっちゃ楽しみにしてたのに。そんなこと言ったって雨が降ってるんだからしょうがないでしょ。もう無理だよ。いくら勉強したって N1 なんか合格できないよ。バカ、
言い訳してないで勉強しなさい。はい、もう一回、ひよちは。むにゃっ、はい、すず、すて、少年ら、ねう、もう一回、のいちゅえ、ぞん。むにゃっ、て、はい、すず、すて、ね。にゅんま、ねう、すず、さいかい、て、ほん、す、にゃ。ねん、はい、す、いいね。はじめまして、私ってゆかと申します。はじめまして、私はゆかと申します。かむおもいごいざにおびだあせんクリップはこうね。こうかむかいざぶいびもいごいだあほっけんやざちゃんちむいらん。みなさんのコメントを見ていつも嬉しく思っています。また皆さんが一生懸命日本語を勉強していることにとても感心しています。素晴らしい。ハッケンニャッコーガンホンヌアニャヘンガプライ。またねー。